教団ビル外観大国キリスト教団、タイ語は、太陽国のプロテスタント系キリスト教団体の、連合体。太陽国は、プロテスタント系団体が多いが、その中でも最も大きい政府公認の、連合団体である。公正信徒数は16万人。1934年に、大国内のすべてのプロテスタント団体を包括した、エキメニズムの連合体の形成を意図して、 サイアムキリスト教団が創設された。最も大きい構成団体は、長老派の団体であり、その他に、米国バプテスト派や、英国キリスト教団、ドイツ、マーバーガーミッションの各団体も所属していた。第二次世界大戦中を除き、1970年代後半まで、長老派が教団内で、主流派として影響を持ち続けたが、1990年に入って、 教団内の構成が大きく変わり、バプテスト系の民族教会が構成員のほぼ半数を占めるようになった。教団は世界教会協議会、アジアキリスト教協議会に加盟し、主流派はイキメニカリズムであるとみなされている。教団の行政は、長老派、ディサイプル派、バプテスト派の混在した生態で一元的に運営されている。タイ人、中国系タイ人、 カレン族、英語圏信者の教団によって構成される。また、教団ビル内12階には日本語教会もある。バンコクと、ラーチャテイウィークペッチャブリードウリッパイアータイ通りーー328に、教団ビルを構える。大国キリスト教団は、1934年のサイアムキリスト教団として、発足時、7教区を持ち、うち6教区は、地理的、教区、1教区は、 中国人コミュニティに対する民族カテゴリーによる教区であった。チエンマイ県チェンラーイ県、ラムパーン県プレイ県、ナーン県、ピッサヌローク県、バンコクト、ナコンパトム県、ラーチャブリー県、ペッチャブリー県トラン県、ナコーンシータンマラート県中華協会現在、教区は19教区まで増加している。教団は地域社会の社会事業やエキュメニカル運動にも活発に携わっている。 教団は教育施設や病院を運営しており、バンコクキリスト教病院、タイキリスト教大学、パーヤップ大学などがある。また、スラム地域の貧困救済事業や、2004年2005年には、スマトラ島沖地震の被災者支援にも参加し、貢献している。ありがとうございます。